皆さんこんにちは、3代目 JSOULBROTHERS です。さあ今回はですね、僕たちのツアーグッズを紹介していきたいと思います、うん、まずですね、その前に僕たちが着ているこちらなんですけれども、はい、こちらですね。これガンちゃんが着てるのが3代目 JSOULBROTHERS の、うん、パーフェクト、ライブのプルオーバーパーツ、はい、うん、どうですか、生地の方。いやもうね、生地も本当に肌触り良くて、僕今あの素肌に着てるんですけどもね、全然チクチクしないしねもうこのまんま寝れますね、パジャマとしても使えます。はい、ポッシュです。あ、アンミカさんの立ち方。そうです。今日は商品紹介していきたいと思います。どうですか、エリにはね、うん、羨ましいよ。 T シャツの似合い具合がえげつない。またプンプしたんじゃない。いやこれ、あ、そうそう、でこれさ、これで僕はあのどこでも行けますよ。原宿でもどこでも、もう俺堂々と歩いている。あ、他のメンバーのプロデュースグッズ、うん、ありますね。直樹先生のこのヘアバン、ヘアバンね、うん、直樹先生がこれで洗顔してるんでしょうね、はい、これでね、なるほど、はい、これは今一くんじゃないですか。あ、リュウジのねグレス、グレスだね、赤と青のブレスレットです。リュウジなんかこういうのしてない。そうっすね。すいません。リュウ、しましたっけ。なんでリュウジは腕にめっちゃザラザラつけてるイメージ。そうっすね。確かに。だから多分そのリュウジが普段つけてる近いやつをちょっとグッズに落とし込んだんです。うん。はい。どうぞ。来た。すいません。はい、こちらですね。あの山下健二郎プロデュースの3代目ジュースオールブラザーズということですね。ケーブルバイト。そうっすね。ちょいちょい。確かにね。ダメージ気がしないよね。確かに接続できなくなっちゃう。そうそうそう、あの痛む、下と思って、下と思って朝起きたら充電されるやつあるあるあるがないって。なるほど、それはめっちゃいいですね。すごい。これがオミ、オミプロデュースワイヤレスチャージャー。なるほど、これすごいよな。でもこれいい、これですね。これでも置くだけで充電ができるんだよね。こんな便利なことないよね。これすごいじゃん。めっちゃ便利。発明したのこれ。世界初違う、もともとあるの。これはめっちゃ便利ですよね。めちゃくちゃ便利、うん、ということで、そして僕たちのお気に入りのグッズ、まあお気に入りのグッズっていうのも、あのただ自分たちのグッズを、はい、これから紹介するんで。そうですね、はい、お付き合いください。お付き合いくださいということでですね、じゃあ、お願いします。引き続きだね。あのね、まあ、本当に10周年だけの、もう今年しか出ないこのクマちゃん、はい、これエリープロデュースのクマちゃんなんですけど、ありがとうございます。え、こちらレザーがですね、ちょっとね、本当質のいいレザー使ってますね。ありがとうございます、はい、うん、だからレザーを使ってやっぱ3代目のこう、うん、グループイメージと、8番はみんなは8番目のメンバーです。あ、ファンの人たちを表してるの。でラッキーって書いてるのなんで、これ持ってみんなラッキーが一回来たり。なるほどです、なるほどです。いくらでしたっけこれ。こちらは、うん、3000円です。うん、え、こちらは3000円になります。そのところ限定で2500円にしたいと思います。本当にダメ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 ダ簡単本格的カレーが食べれる、なおとプロデュース JSB カリーということなんですけれども、はい、まあもう本当に試食に試食を重ねてこの味にたどり着いたチキンカレーとバターチキンとバターチキンとほうれん草カレー。ああいいですね、はい、ですね、これはあのぜひ、ね、うん、おうち時間ですね、はい、なるほど。3つセットでおいくらなんですか。これはこちらですね。本当だったら1万2000円だったんですけど、いや、そこは勉強してくださいと。はい、なるほど。2800円ですよね。1800円。やりすぎたな。怖い怖い、すごい。ガンちゃん震えちゃってる。ガンちゃんは震えちゃってる。寒い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 。ガンちゃんの太陽に今でね、あの被害が及ぶぐらいの値段設定で。あ、こちらね。はい、岩田貴則プロデュース、はい、10周年ブランケットがやってまいりましたよ皆さん。ありがとう。まあ、ここ真ん中にあの10周年、うん、今年なので、まあ、10 years anniversary、はい、と JSB Forever という文字をね、ここまあ手書きで書かせていただきまして、各メンバーにまつわるいろんな要素をね、実はねイラストで取り入れてまして、うん、おお、何、そう、エリーだったらこういうゲーマーとしての一面を持ってるんで、
こういうゲーム機だったりとか、うん、全部直筆、全部ガンちゃん手書きなんで、これ全部ガンちゃん直筆、そう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 、なんでまあとにかくこう思いがね詰まった、いや直筆はすごいよ、なってます。でもこの手触りだしな、どんなに勉強しても25か、まあそうっすね、うん、これね本来であれば28,000、うん、ああやっぱり本来ね、ああこちらの商品ですね、2500円となっております。おお痛い、大丈夫、破産してない、もうね、カツカツでこちらやらせてもらってますさらに紹介したいグッズがこちら、以上、3代目 JSOULBROTHERS のツアーグッズ紹介でした。